いざ体重差90キロの過酷な戦いへ。覚醒せよ超人ミノアマン。ヒーローに憧れていた少年は昨年大晦日30歳にして突如ミノアマンに変身。超人になりたくてマンをつけると強くなるかなと思いました。筋肉マンも憧れてましたし、超人道をひた走る男のファイトは常にアグレッシブ。アドレナリン大放出でどんな敵にも真っ向勝負を挑む。パンチが飛んできた。勝利の喜びもファンと分かち合うのが超人の道。そんな男のトレーニングは全くもって理解不能だが、人知を超えたミノアワンワールドがそこにはある。時には日本を飛び出し海外で武者修行。全ての刺激がこの男を超人へと導く。そしてすぐさま実践してみる。だが今宵の刺激は半端じゃねえ。立ちはだかるは暗黒大魔神ツール。怪物ですね、怪物ですね。2人の身長差は25センチ、体重差はなんと倍以上。パワーも見た目も規格外。超人ミノアマンに最終回の危機迫る。Você não vai sair do ringue vivo, você vai sair do ringue morto. ミノアマン。行けミノアマン、あのスーパーヒーローのように。手の突っ張りはいらんですよ。ミノアマン、火事場のクソ力で暗黒大魔神を超えろ。ダイナマイト MMA ルールマッチ、ミノアマン vs ズール。200 centimeters, 187.7 kilograms. Please welcome, ladies and gentlemen, the Dark Dimension. 超人を潰しにかかる暗黒大魔神ブラジルズール。And now introducing out of the red corner, 175 centimeters, 91 kilograms.Ladies and gentlemen, please welcome your Pan Class Neo Blood Tournament Champion, Mino! 超人が織りなすヘブンの世界で良いお年を、超人ミノアマン。5分3ラウンド、延長ラウンドはありません。ヒーローズルール、打撃あり寝技あり、そんなルールの中ではありますが、谷川さん、はい、なんと体重差が90キロを超えますが、超人はやる気です。ミノアマン選手ね、やる気満々なんですけども、体重差、体格差は強さの基準ではない、そう言い切った、その証明、大晦日2007年ダイナマイト、世紀の一戦だ、超人が暗黒大魔神に。果敢に攻めていきます。コーナーに追い詰められちゃまずいですね。この身長差、体格差です、完全に潰されてはいけません。どのように小回りを利かせてスピーディーに立ち回れるか。ズールを動かすことですね。そうですね、左右に振って一瞬にして仕留めていかなければいけない。強烈な左、軽いジャブのつもりがもらう超人ミノアマンにとっては致命傷。宇野さん、こういった総合格闘技のリング上の激突、どのように小が大を制するか。そうですね、やっぱり力では勝てないと思いますので、やっぱそこら辺をこうテクニックとスピードで勝つしかないんでしょうね。はい、回っているぞミノアマン。右に、右を避けたメインキャスター井上和香さん、とりあえず回っている超人がどう突破口を切り開いていくか。すごいですね、払う感じのねなんですけど、すごい音がしますね、当たるだけでね。決まったら大変なことになりそうです。危ないですね。それでもこの超人の目つき、この表情、暗黒大魔神をしっかりと捉えているか。ルールもね、落ち着いてますよね、自分からいかないですもんね。そうですね。しびれを切らしてしまうのがズール、それでも超人ミノアマン、倒したらこっちの、倒れたらこっちのもんなんですけどね、この肉の壁にミノアマン、どのタイミングで切り込んでいく。表情は相変わらずミノアマン、全く変えません。5本3ラウンド、延長はありません。谷川さん、ただこれ、この体格的な問題ではありますが、ズールも左右に振られますと徐々にスタミナ消耗するですね。そうですね。でこれもやっぱり本当我慢比べですよね。一旦ブレイク。あまり見られない形での膠着状態といいますか、ここから先の展開にどうつながっていくのか。場内騒然ダイナマイト、京セラドーム大阪。赤いパンツ、超人ミノアマン、ローキックから攻めるしかないですよね、でなんとかして転がしたいところですよね、これでコーナーに追い詰められるのが一番良くないですよ、圧力を体ごとかけられて、右のローを出していった、出入りが始まった、超人が、ミノアマン選手もね、やっぱり動いてますけど、攻撃するときは止まらなくちゃいけないですから、そうですよね、そこが難しいですよね、足腰、河川敷トレーニング、今回はサッカーをやってきた。右のロー、さあ襲いかけるズール。藤森さん、ズールサイド、最初は追い込んでパンチという指示だったんですが、入ってくるのを待て、ネズミが入ってきたら打ち込んでやれという指示です。なるほど。さあズールは超人ミノアマンのことをネズミ、これはわし、軽くひねってやると話をしました。その超人ネズミと言われたミノアマンが、来年はネズミ年ですと軽く受け流しました。拳が動いてくる。危ないミノアマン、表情一つ変えません。これ掴まれたら怖いですね。一発で全てが変わってしまう暗黒大魔神の拳。宇野さん、超人ですが軽いランニング状態が続いています。これも体力消耗につながると思うんですが、そうですね、これがミノアマンの練習の成果というか、復帰の成果かもしれないですけど、選手としてはやっぱりこんだけ大きいと入るのはなかなか難しいですよね、怖いですよ、やっぱり。スタミナはね、だけどミノアマン選手、ものすごいあるって言ってましたね。そうですね。どこから、この中で、コーナー超人、さあここでチャンスですけどね、逃げらしかったですね。上から上から大魔神、壁が超人に襲いかかる。うまく今切り返したんですけど、脇を切り返したんですけど、これ抜けられるとねチャンスなんですけどね、腕を狙っている、寝技も得意なズール、まだ抜けられない。右の拳、超人ピンチ、超人ピンチ、バックを取ったズール、一本強いですか。手を広げ、それでも上から肉で潰していくズール。何が起こるかわからないダイナマイトのリングで、超人は表情を変えない。抜けたいね、ここがこう。しつこいズール。さあすでに第1ラウンド残り時間、5分が終わりました。超人の偉大な挑戦、ふーっと一息ついたミノアマン、超人の挑戦第2ラウンドに入ります。勝負としてこの体重差、この組み合わせ超越している部分もあります。そうですね、本当は成立しないカードなんですけど、ね、その中でも、ミノアマン選手はやっぱり体重差関係ないっつって、チャレンジしたいということなんですけども、いやこれよく投げましたね、この状態で見事に90キロ以上の体重、井上和香さん、背負って投げました。びっくりしましたし、会場のお客様が全員が沸きましたね、一瞬ね。まさにこれが、これ柔道だったら1本です。綺麗に投げましたよ、綺麗に入りました。その一本強いヘブンの瞬間が訪れました。さあミノアマン、呼吸を整えて第2ラウンド、暗黒大魔神に挑みます。第2ラウンドの5分間、ミノアマン第6話、新人類の巻は第1ラウンド上からかぶされまして苦しい状況の中、なんとか立ち上がってこの巨体90キロ差という体重ズールをなんと一本背負いしました。ナイスローキックですよ。だけど同じように第1ラウンドとこの第2ラウンド足を使って左のインロー、赤いパンツ、超人ミノアマン、韓国大魔神、巨体を揺らしてブラジルズール、距離をとる、じーっと相手の顔を伺う、フェイントを仕掛け、気が抜けないですよね、中に入っていくのか、これ詰められたらね、ミノアマン選手がいいのは、これね、コーナーを背負ってないところがいいんですよね、なるほど、常にリングの真ん中を中心として、ロープを背にした方がいいですよね、コーナーに追い詰められちゃうと、これはもう大変なんですけど、逃れられなくなりますね、だからズールは逆にコーナーに持ってきたいところなんですよね。今回は超人ミノアマン、メキシコに渡り、およそ2週間、修行を積んできました。技術のレベルアップもした、さらに理想のリアルプロレスラー像が頭に描かれた、一歩近づいたと話をしました。その効果が生きるか。右の拳だ。藤森さん、こちらミノアマンサイドなんですが、どうやらこれは作戦みたいですね。作戦、当ててからすぐに逃げろ、このままでいいという指示が飛んでいます。これは超人ペースか。またしても捕まった、投げられた、上からかぶさっていくズール、またしてもこの体勢、ここから抜けれればいいんですけどね。ミノアマン91キロ、ズール185キロ、その差は倍。こうなったら断然不利なんで、そうですね、もう上に乗られただけで、腕を伸ばしにかかります。さあブロックやチョークスリーパーなど、10撃目に行くか、腕を取るか、なんとか体を巻きつけて四つん這いで逃れようとしますが、体勢有利はズール、そして立ち上がってミノアマンどうする。うまく立ち上がりましたね。拳を一つ放ちましたが、この体勢に戻りました。スタンドの状態、また足を動かす超人、パンチを避けた、カウンターを狙っているのか、奇跡は起きるか。超人ミノアマン、右のロー、もう一度上から潰しにかかる、かわせるといいんですけどね。左の拳を振り下ろす、苦しそうな表情に徐々に変わってきたが、宇野さん、それでもズールもちょっとまだ攻めあぐねてると言いますか、そうですね、あと一歩踏み込めていませんね。意外とでも、あとズールが寝技をできるというか、うまいですね。さあ、後ろを取った、バック完全取られました。ロングスリーパーを得意としている、ライオンを殺す技と、韓国大魔神はかかりました。さあ、そのチョークが超人の首を、もう一度決めにかかる。どうだ、入りそうだ、入らない、不完全ですかね。こらえるミノアマン、よく外した、こらえている井上和香さん、ピンチが続く超人です。頑張ってほしいミノアマン。今度は横向き、スルッと抜けて、ズール寝技はね、形になるうまいですよね。ひげ絡みから僕コンビネーションというんですかね、コンビネーション使ってますよね。意外と大きい選手なかなかできないんですけど、ただかぶさってパウンドだけではありません。バックを取ってもう一度首に巻きつけようとしているのか、倒した、じわりじわりと両輪にかかっている長打がミノアマン、危うしい。第6話、新人類の巻は敗北となってしまうのか。逆転勝利はあるか、劣勢だ、超人頑張れ。右を下ろす、よく耐えてますけどね。苦しい中で変身から1年、ミノアマン抜けてほしい。いや、ズールは本当コンビネーション使ってますからね。上へと移動してきました。しっかりと体を密着していますね。もう一度バックマウントを取ろうというところか。ここで殴られてちょっと厳しいですね。これが効くんですよね、このコツコツとしたパンチが。ましてこの体重差違いますから、一発が一発が。立ち上がれるか、左、後ろから右の拳、顔をゆがめた。さあ、残り10秒切った。第2ラウンド、逃れられるか。超人ミノアマン、ゴングが鳴った。第2ラウンドが終わった。さあ、超人ミノアマン、苦しい展開が続く。奇奇跡を起こせるか、第3ラウンドです。顔面を真っ赤にして滴り落ちるこの汗が激闘を物語っています。超人ミノアマンと暗黒大魔神ズールがこのフィールズ K1 プレミアム2007ダイナマイトのリングで激突。掴んでは投げ、体を密着させてねちっこく力強く襲いかかるズールです。谷川さん、それでもこのミノアマンに会場全体がまだ何か期待をしている、そうですね、逆転を信じてますね。なんとかね、寝技の攻防の中で一瞬の隙を抜いてね、いい形になれればいいんですけどね、その瞬間を信じて、さあ大晦日ミノアマン緊張はありません。ファイナルラウンドです。その視線の先に自身が掲げる理想郷ヘブンは見えているか。ミノアマン残り5分、超人先に出られるか。右、超人右の副陣パンチありましたよ、右のややオーバーフック気味、そのオーバーフックでようやく顔面に届くというこの体格差です。左を伸ばしたズール、ちょっとミノアマンは今回は打ち合おうという気もありますね。組んで覆いかぶされる前に打っていこう、左のジャブが強烈なストレート、見えとがるコーナーを背負ってしまった。背負っちゃうときついですよね。体を入れ替えたい、下がりながらもパンチを出してミノアマン。宇野さん、しかしこれ、ズールも少し体力消耗してますね。さっきの寝技でちょっと疲れてるかもしれないですね。攻め続けて攻めあぐねるのも体力消耗になる。藤森さん、青コーナーズールサイド、そうです、かなり疲れていますね。汗もかいていました。コーナーに追い込め、ミノアマンの動きは決まってるから、それを読みながら動けと、そして後ろに入ったらチョークを狙えという指示です。先ほどもそのチョークスリーパー、再三ピンチを逃れてきたミノアマン、足を掴んでテイクダウン、グラウンド、そしてまた上、暗黒大魔神、下超人、ズールミノアマンです。ちょんちょんちょんのこのパンチが確かなダメージになる。右が当たった、よくディフェンスしてるんですけどね、ちょっとミノアマン疲れてきたな、苦しいですこの展開。超人横目に危ないか、どうだ、まだいけるか、超人頑張るミノアマン、奇跡を生み出か、立ち上がれるか、ミノアマンの挑戦を、あと2つ、まだ最強、悲鳴が上がる大阪ドーム、さあ立ち上がれ、ズールも疲れている、苦しい超人、火事場のクソ力でなんとかしてくれ。残り3分、奇跡を信じる。このパンチが危ない、していく側頭部、そして正面から立ち上がれるか、試合が終わってしまった、止められた、なんとなんとセコンドからタオルが投入された。超人ミノアマンの挑戦、2007年の大阪、夢はついえました。3ラウンドタオルが投げ込まれました。2分13秒テクニカルノックアウト勝ちを収めました暗黒大魔神ズールの勝利です。肉体と肉体、限界を超越した両者の激突。谷川さん、ミノアマン敗れましたが、最後までらしさは出そうと戦いました。キープアップももちろんしてないですし、最後までチャンスを伺おうとしたんですけどね、ズールが意外と本当にやっぱうまかったっていうのが、勝因でしょうね。そうですね、再三にわたり体を密着させてこの展開に持っていきました。メインキャスター井上和香さん、ダイナマイトらしい戦いを見せてくれましたが、ミノアマン残念でした。残念でしたね。でもさすがにさすがズール選手という感じなので、でもミノアマン選手のこの会場を一体感にさせる、やっぱすごい選手だなというのは伝わりました。そうですね、まさにダイナマイトの瞬間をこのリング上で展開したミノアマンとズールの激突。暗黒大魔神ブラジルのズール